本日はお忙しい中、2023年3月期中間決算説明会をご視聴いただき誠にありがとうございます。代表取締役執行役員であります私斉藤博史より、決算の状況と成長戦略についてご説明させていただきます。それでは株式会社 JMAX 2023年3月期中間決算説明会を始めさせていただきます。本題に入る前に、まず当社の称号変更についてご説明いたします。当社は今年創業70周年の節目を迎え、今後の新たなるグローバルでの成長ステージへの移行を見据えて、当社のブランド力を強化するとともに、ことを目的とし、称号を株式会社マルジュンから株式会社 JMAX に変更いたしました。JMAX の頭文字である J には、様々な意味を込めております。ジャパン、日本のものづくり技術を世界に役立てること。ジョイアス、従業員、お客様、地域社会にとってもっと楽しく喜びに満ちたものづくり。ジュディアス、チャレンジの中にも思慮深さがあるものづくり。ジャット、飛び抜けた発想で世界中に広がるものづくり。そして新たな目標を胸に、ものづくりの価値をマックス、最大化することによるイノベーションカンパニーを生み出して取り組んでまいります。それでは、これより説明会の本題となります。本日のご報告はこのような流れで進めさせていただきます。はじめに、2023年3月期の中間決算及び期末業績予想についてご説明いたします。まず、主要客先であるホンダ関係による当社拠点別の生産状況についてご説明をいたします。2022年度上期は、日本においては主にホンダの鈴鹿製作所の生産が回復をし、生産台数は増加をいたしました。中国においては4月に発生をした上海ロックダウンの影響を大きく受け、生産台数は減少いたしました。タイにおいては、ホンダの国内生産自動車台数は減少しておりますが、輸出向け部品及び汎用エンジンにつきましては、生産台数は増加をしております。トータルでは、中国における上海ロックダウンの影響及び前年度に引き続き半導体供給不足の影響を受け、生産台数は減少する形となりました。続きまして、決算サマリーについてご説明をいたします。2022年度上期の連結業績につきましては、売上高231億1900万円、前年同四半期比 13.1% 増加、営業利益8億2800万円、前年同四半期比 41.7% 減少。経常利益8億900万円。前年同四半期比 38.6% 減少。親会社株主に帰属をする四半期純利益2億7400万円。前年同四半期比63.2% 減少となりました。続きまして、業績の増減要因についてご説明いたします。まず、売上面においては、当期は前期に比べ26億6900万円の増収となりました。その要因といたしましては、上海ロックダウンに伴う生産停止等の生産、受注活動の影響を受けるものの、原材料高騰分の価格転嫁や、中国広州における金型投資費用の未回収分の解消といった
特殊要因に加え、円安為替影響を受け増収となりました。次に、利益面においては、当期は前期に比べ営業利益段階で5億9200万円の減益、経常利益段階では5億800万円の減益となりました。その要因としましては、中国広州における金型投資費用の未回収分の回収及び上海ロックダウンにおける生産停止影響分を特損に振り替えたことと等による特殊要因による増収影響があるものの、生産受注活動や原材料価格高騰の影響のほか、客先生産変動に伴う労務費負担等の増加がマイナス方向に働きました。生産性改善等による原価低減活動の効果はプラス方向に働くものの、生産変動や原材料価格高騰等の外部環境変化の影響が大きく、結果としては減益となりました。続きまして、セグメント別の業績となります。JMAX においては、部品事業にて主要客先の生産回復及び原材料価格高騰による製品売価の増加等により、売上高は増加をいたしました。また、生産効率改善等の原価低減活動を推進したものの、原材料価格の売価反映の時期ずれ、及び主要客先の生産変動に伴う労務費負担の増加に加え、金型調達コストの増加等にの影響により利益は減少をいたしました。タイにおいては主要客先の輸出及び汎用エンジン部品等の生産回復に加え、金型設備等の販売の増加により売上高は増加をいたしました。また生産性改善に伴う要員適正化等の固定費削減の推進により利益は増加をいたしました。広州においては、継続的な半導体供給不足の等の影響及び、金型設備等の販売が減少したことにより、売上高は現地通貨ベースでは減少したものの、円安による為替変動により、方価ベースでは増加をいたしました。また、利益面におきましては、原材料価格の高騰及び上海ロックダウン等のに伴う約1ヶ月間の生産停止や減産の影響を受けたことで固定費負担の増加が見込まれるため、継続的な原価低減活動に加え緊急で固定費削減の取り組みを実施をしてまいりましたが、減産の影響が大きく利益は減少をいたしました。武漢においては、継続的な半導体供給不足等の影響により、売上高は現地通貨ベースでは減少をしたものの、円安による為替変動により、方価ベースでは前年同四半期と同水準となりました。一方、利益面におきましては、原材料価格の高騰及び上海ロックダウン等のに伴う約1ヶ月の生産停止や減産の影響を受けたことで固定負担の増加が見込まれるため、継続的な原価低減活動に加え緊急で固定費削減の取り組みを実施してまいりましたが、減産等の影響が大きく利益は減少いたしました。続きまして、設備投資の状況になります。2020年度上期は連結で23億7900万円の投資を実施しております。主な投資は JMAX の岡山工場関連投資、人家用エレベーター、タイの金型トライプレス、広州の能力拡大に伴う溶接設備、そして JMAX タイ中国拠点の新型車、金型等であります。
下期においては、上期に引き続き、JMAX の岡山工場関連投資や、太陽光パネル、広州の能力拡大、効率化に伴う設備、武漢の溶接設備、そして JMAX 対中国拠点の新型車、金型等を予定をしております。2020年度は、岡山工場関連のほか、省人化、効率化を伴う設備やサステナビリティの次期中期を見据えた投資を推進しております。続きまして、キャッシュフローの推移になります。2020年度、上期営業キャッシュフローによる、営業活動によるキャッシュフローは、プラス18億8200万円。投資活動によるキャッシュフローはマイナス18億8100万円であり、フリーキャッシュフローはゼロ100万円であります。また、財務活動によるキャッシュフローは、借入金の返済等によるマイナス6億9700万円となっております。2020年度上期につきましては、基幹損益の減少及び生産設備の増加によりフリーキャッシュはゼロ100万円となりました。続きまして、財務状況の推移になります。利益創出による自己資本増強と円安効果により、財務体質の改善は順調に進捗をしており、2020年度上期における自己資本比率は 42.3% となりました。続きまして、中長期経営計画の進捗状況になります。現在推進中である中長期5カ年計画においては、最終年度である2020年度で営業利益率 9% 以上、自己資本比率 40% を目指しております。営業利益率につきましては、2020年度にかけて順調に上昇するも、2020年度上期は、原材料価格高騰及び生産変動による固定費負担増加等の影響により 3.6% に落ち込んでおり、通期では 5.1% を見込んでおります。自己資本比率につきましては、2020年度上期は、着実な利益積み上げと借入返済に加え、予定しておりました借入の後ろ倒しにより 42.3% となり、中長期の目的を達成するも、通期は岡山工場等の建設等の成長投資を織り込んでおり、38.0% となる見込みであります。また、中長期5カ年計画では、東プレ提携事業を主要戦略に、電動化部品事業と金型事業を次の10年に飛躍するための成長ドライバーとなる戦略事業に位置づけております。東プレ向け売上につきましては、2020年度上期は新型コロナウイルス及び半導体供給不足における生産減少が影響しておりますが、下期については生産回復を見込んでおります。戦略事業売上高につきましては、2020年度上期は電動化部品の生産減少が影響しておりますが、下期においては金型の売上の増加及び電動化部品の生産回復を見込んでおります。以上の通り、中長期計画の目標値としては未達の見込みではありますが、新型コロナウイルス、半導体供給不足、原材料価格高騰等による外部環境変化の影響を受けるものの、売上につきましては、会社として課題を残したものと認識をしております。ただし、中長期計画では、最重要課題としている財務体質の向上については、
着実に向上し、一定レベルまで強化をしてきております。続きまして、通期連結業績予想になります。業績予想については、最新の業績動向を踏まえ、前回公表をした業績予想を修正をいたしました。売上高530億円、前回との差額は変更なしでございます。営業利益27億円、前回との差額5億円の減少となります。経常利益26億円、前回との差額4億円減少。親会社株主に帰属をする当期純利益14億円、前回との差額5億円の減少となる見通しであります。売上高については、車体プレス部品の原材料価格高騰及び為替相場が想定より円安基調で推移するなど、上振れ要因もありますが、新型コロナウイルス感染及び半導体供給不足等の影響により、当初想定をしていた車体プレス部品の生産台数を下回る見込みであり、当初の予想通りに推移をする 見通しとなりました。利益面につきましては、継続的な原価低減に努めているものの、生産変動に伴う固定費負担の増加及び原材料価格高騰に伴う売価反映の時期ずれのほか、中国では上海ロックダウンによる生産停止に伴い費用を特別損失に計上したことにより、全利益段階で当初予想を下回る見通しとなりました。続きまして、株主還元になります。現中長期において自己資本比率 40% を目標値として、財務体質強化に注力をしており、配当については、世界的な自動車の生産停止等の甚大な変化がない限り、少しずつでも毎年増配をしていくことを基本的な考え方としております。具体的な目安としては、次期中長期で配当成功等の目安を設定したいと考えております。2020年度中間の配当は1株につき8円としており、期末配当予定の8円と合わせ、年間配当は1株につき16円を予定をしております。続きまして、当社の成長に向けた取り組みについてご説明をいたします。こちらは、次期中長期に向けた当社のイメージプランです。当社は過去の経営悪化を受け、構造改革を推進してまいりました。その後、現中長期においては、経営悪化にて既存をした財務体質の向上を最優先課題として取り組んでおりましたが、2023年度よりスタートする次期中長期においては、M&A やアライアンス等の事業基盤拡大による収益確保を優先課題とする攻めの経営へと転換をいたします。次期中長期計画の具体的な内容につきましては、2022年度の本決算に合わせてお知らせをさせていただく予定であります。続きまして、武漢丸巡社における自動かしめラインの導入についてです。武漢丸巡社は、ロータスカーズ初の電動 SUV、エレトレのアルミ量産部品を受注しております。当該受注は新規の受注であり、売上順増の案件であります。この度、量産開始に伴い、自動のかしめラインを導入をいたしました。まず、かしめとは、ボルトやナットを溶接せずに、部材に取り付ける加工方法であります。かしめ工程は、
溶着接合が難しい非鉄金属への適用が多く、一般的には、カツの背景により人による作業は主流であります。よって、作業の習熟度により加工精度が変化する可能性があり、場合によっては作業ミスによる品質不具合のリスクを伴うものであります。今回当社は、今後のアルミによる車体軽量化の拡大を見据え、これをカメラによる加工位置状況の確認とロボットによる自動化を実施することにより、作業人員は10名から2名へと大幅に削減し、作業ミスの軽減及び加工精度の安定化により、効率化と品質保証能力の向上につなげております。続きまして、武漢丸潤社における AGV の導入についてです。当社は、校内物流の効率化のために、全拠点において自動倉庫の導入を完了しております。この度、さらなる効率化に向けた、校内物流自動化、無人化の取り組みとして、武漢丸潤社にて AGV を導入をいたしました。これまでは、人作業であった自動倉庫から取り出された部品の仕分け、運搬作業を新たに導入した AGV が代わりに行うものであります。AGV の導入により、校内物流人員が削減をされ、AGV 作業による正確性が向上し、校内物流の効率化と高品質化を実現をしております。今後は武漢での導入事例を全拠点に水平展開をし、グループ全体における校内物流の改善に努めてまいります。続きまして、JMAX における精密部品検査作業の自動化についてです。JMAX の精密部品事業における製品検査において、カメラによる自動測定器を導入をいたしました。精密部品は、トランスミッション等の駆動部分のを構成することから、自動車ボディに比べ、製品精度や外観の要求が非常に高い製品であります。この特性上、精密部品は生産後に細かい検査が必要となり、これまでは人による検査を実施しておりました。この度、自動測定器の導入により、製品検査の主体は、この動画の通り、機械によるオートメーションとなり、人による作業は、自動測定器が NG と判断をした製品をチェックすると修正のみとなります。この取り組みにより、一つあたりの作業時間は 50% 削減、作業人員は 80% の削減を達成をいたしました。今後はこの技術を用い、電動化部品への適用拡大につなげてまいります。続きまして、キャトルの受注状況についてです。甲州丸潤社は、車載電池市場において、世界トップシェアを誇るキャトルにおいて、戦略的に受注拡大を推進しております。キャトルとは、2020年度に試作品の受注から取引を開始しており、2021年にバッテリーカバー製品の量産受注を皮切りに、現在においては約15車種の電動化関連部品の受注を獲得をしております。また、2020年7月には顧客の開発スピードへの対応力強化による受注拡大を目指し、キャトル本拠地であります福建省に開発営業センターを設立し、キャトルとの共同開発により、新規案件の受注獲得につなげております。今後も世界規模で急激に拡大していくキャトルとの関係をより強化すべく、
引き続き積極的な技術交流を図り、継続的な受注活動に努めてまいります。続きまして、スーパー配点製品の受注拡大についてです。当社はかねてより、当社固有のスーパー配点加工技術を磨き、営業、IR 等の場において積極的に PR を続けることで、スーパー配点技術は当社のイメージとして定着化してまいりました。その結果、プレス部品等におけるスーパー配点加工の受注は順調に拡大をしております。主要客先であります、ホンダ建工業においては、自動車売上台数日本トップクラスの N-BOX をはじめ、フリードやベゼルといった主力車種における受注を獲得をしております。日産自動車におきましては、今年発売をされた日産初の K-EV 車であります、サクラをはじめとするデイズルークスといった主力の軽自動車の受注を獲得をしております。トヨタ自動車においては、レクサス NX やカローラクロス、BZ4X といった販売台数の多い SUV 車種をはじめ、今後発売が予定をされておる次期種のミニバンにおいても受注を獲得し、順調に受注を拡大しております。今後も主要客先であるホンダ技研工業のみならず、他メーカーにおいても積極的に受注活動を推進し、幅広く受注の獲得に努めてまいります。続きまして、電動化関連部品の受注拡大についてです。当社は以前よりモーター関連部品の研究開発を進めており、この度、アルミ素材によるマグネットプレートの試作品を受注し、納入が完了いたしました。この部品は、走行時に高速回転することから、あらゆる走行条件の下で品質維持が必要とされる重要機能部品であります。また、電動化需要の拡大に伴い、生産台数の拡大が見込まれる部品であり、量産部品の受注に向け、引き続き技術開発に努め、モーター関連部品受注拡大への足がかりの構築を目指してまいります。続きまして、岡山工場関連の進捗状況です。現在当社は、岡山県新工場に向けて準備を進めており、手続き関連では7月の企業立地調印式の実施に加え、住民説明会を開催しております。また、土地関連ではボーリング調査を完了し、6月に不動産売買契約を締結しており、2023年1月着工に向けて順調に推進をしております。設備関連では、当社3期目となる3000トントランスファープレスを発注したほか、800トン純装プレスも発注をし、生産に向けた準備を進めております。採用については、岡山の 新卒者採用に向け、各学校への訪問や工場見学実施のほか、大学生向けに就職フェアに参加するなど、積極的な採用活動を実施しております。岡山工場関連は各領域とも順調に推進中であり、引き続き2024年5月の生産開始に向けた準備を進めてまいります。最後に、当社のサステナビリティの取り組みについてご説明をいたします。当社はサステナビリティ方針に基づき、対処すべきサステナビリティ重要課題、マテリアリティを設定をしております。この推進状況とつきましては、E、環境の領域として CO2 排出量及び廃棄物の削減による
算出基準の策定を行い、過去と現在の環境データの把握分析をすることで、次期中長期におけるロードマップの作成を推進いたしました。S、社会の領域としては、EV 車バッテリー部品の開発や軽量化技術の開発等、当社のコア技術を生かした技術革新の取り組みを継続して推進してまいりました。また、ダイバーシティの推進として、拠点のバリアフリー化の推進及び特別支援学校の現場実習生の受け入れと、働く方々への多様性を重視した取り組みの推進に加え、健康経営認定に向けた取り組み等、従業員が健康で仕事と生活が両立できる健全な職場環境の整備に努めました。G、ガバナンスの領域としては、ガバナンスの強化に向け、コーポレートガバナンスコードへの対応を高度化するために、対応について検討を推進してまいりました。当社は、今後も引き続き、最重要課題における、重要課題における取り組みを通じ、持続的な企業価値の向上及び、持続可能な社会の実現に努めてまいります。それでは、サステナビリティにおける紙機の取り組みの事例についてピックアップをしてご紹介をいたします。まず、当社拠点のバリアフリー化についてです。当社は今年5月に本社上石津工場のバリアフリー化を実施をいたしました。この度の対応では、構内の段差に対応するため、スロープやの設置やエレベーターの設置、車椅子の方でも使用可能なトイレの設置と環境整備を行ってまいります。この取り組みの最大の目的は、当社で働く障害者、高齢者や来訪者と体が不自由な方における当社の利便性の強化及び安全性の確保であり、今後加速する少子高齢化に向けた労働者環境の変化に向けて、高齢者や障害者の雇用をさらなる拡大を目的として対応をいたしました。続きまして、特別支援学校、生徒の現場実習に受け入れについてです。当社は、サステナビリティにおける産学連携の取り組みとして、10月に特別支援学校の生徒を現場実習として受け入れをいたしました。今回は障害者の方に当社の生産現場にて2週間、溶接作業や、検査作業の実習をしていただきました。今回の活動は障害を持つ方における作業内容や作業環境の構築と今後のダイバーシティの取り組みに伴う採用の拡大に向けて重要な活動と認識をしております。今回の現場実習の受け入れを通じて、障害者への理解を深めるとともに、今後、雇用環境の整備の拡充に努めてまいります。以上で、株式会社 JMAX 2023年3月期中間決算説明会を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。